はい、こんにちは。投資家で一攫千金のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、マーケットちょっと見ていこうと思います。よろしくお願いします。で、今日のマーケットなんですけど、まずね、こちら、株式、あれこれ色が黒になっちゃってる、株式をちょっと 見ていきたいんですけど、よし、ここね、株式で日経を見ていきましょう。こちら日経ね。で、日経225なんですけど、まあこういう感じになってます。これ日足なんだけど、まあね、正直ね、まあこのローソク足だけ見るとこういう感じで、ここにね線引いて、これ上に上がってるように見えますよね。で、まあこのね、あれずれちゃった、このここだけ見ると、まあね、この感じで上に上がってるように見えます。で、まあ、超短期なんだけど、まあ、超でもっていうほどじゃないけど、短期とか超短期だったらこういう感じで、まあ、上に上がってるから、まあ、この2万1000、この付近で、まあ、押し目買いでね、こういうところで買いでついていったら、まあ、ちょうどいいかなっていう、その相場になってます。で、まあ、これ超短期とか短期ね、1日のトレードとか、まあ、週とかのね、週ぐらいのトレードでやるんだったら、まあ、この2万1000円、この200円、このあたりで、まあ、買ったらいいかなと思います。で、ただね、これね、まだ、ここの、どうしても、ここの上値が重い感じで、こう抜けないんですよ。で、今日もね、日銀が ETF 買ったみたいなんだけど、ここね、抜けてこないんですよね。こういう感じで。上値が重いって展開だから、ここがどうしても抵抗になってるから、ここから上がるのか、それともまた下がって2万1000のこの辺り、この移動平均線がこう下がってきて支えてる、まあ、この辺りで僕だったら買うかなと思います。まあ、上に抜けるかどうかは分からないし、この高値掴むんが嫌なんですよ僕。結構ね、僕動画で言ってるんですけど、高値を掴んで、こう、なんだろう、株が上がるのについていく、そういうのが僕嫌なんですよ。いやって言うで、お前って終わっちゃうかもしれないんだけど、なんだろうな、こう、株が上がっていくものっていう、その発想じゃないんですよ、僕は。もちろんね、上がっていくと思うんだけど、そういう発想じゃなくて、下がったところ、もしくは、こう、潰れかけてる、個別で言えば、株のね、個別銘柄で言えば、潰れかけて、もうピンチな会社の株を安く買う。まあ、この前の駿河銀行がそのいい例ですよね。駿河銀行もう潰れるとか言ってみんなね、こう言うんですよ。みんなもう潰れる、もうダメだ、もうダメだってみんな言うんだけど、銀行ってね、今までその経営してきて、資産とか、まあ、その会社のね、ものがいっぱいあるわけで、そう簡単に潰れないですよ。これね、みずほ銀行の時もね、この前のマイナスのね、損失計上の時もね、みずほ銀行潰れる、世界が、じゃ日本が終わるとか言ってるんだけど、みずほ銀行の場合、数千億の赤字計上だったんだけど、銀行ってね、その長い歴史の中で資産をたくさん形成して、いろんなものをね、いろんな、まあ、方法で持ってたりするんですよ。だから、まあ、みずほの場合もそうなんだけど、みずほみたいに、そんな場合でも、潰れたりしないんですよ。で、数千億で日本の経済が終わるわけがないんですよ、まずそもそも。そういう発想にね、行くっていうのがね、大体頭悪い人なんですよ。これね、もうドイツ銀行が潰れてね、経済破綻して、もう終わるんだとか言ってるのも、まあ、ほぼ同じですね。そうやって不安煽ってね、こう、なんだろう、投資家にね、不安煽るの好きな人、あと目立ちたい人がね、そう言うんだけど、まあね、ずっとね、年中言ってますよね。年中言ってるっていうか、ずっと前からずっと言ってるんですよ。だから別にずっと前からずっと言ってることが、今なん、それがすぐ変わるっていうのは、これね、なかなか想定できないです。まあ、銀行同士で、合併したりとか、他をね、吸収したりとか、いろいろね、まあ、あると思うんですけど、なかなかその潰れたりしないですよね。うん。なんで、まあ、僕はね、ずっと前か昔から言われてるけど、全然ドイツ銀行が潰れるとかそういうのに、
なんだろう、デマみたいなのはね、信じてないんで大丈夫です。で、まあ、日経平均見ると、をまず僕は、まあ、今日ね、見たいと思うんだけど、まあ、日経平均、こうね、青の線が、ちょっと移動平均線がこうなってるじゃないですか。だから、まあ、買うんだったら本当にこのエリアなんですよ。このエリアで買って、バウンドしたところをリグ、利益確定していく。もしくは、このバウンドしたところで、ちょっとこれ書けないな。これちょっとはみ出すんですけど、こう、移動平均線が、まあ、こっちに書いたら、こう下がってきて、バウンドしたところを超えたら、またこの辺で買ってついていくと。まあ、このトレードスタイルが僕好きなんで、なんだろう、自分の中でイメージして型に当てはめてるんで、その型じゃないと僕はトレードしないんですよ。自分の中のもう、型を作って、その型に当てはめてトレードする。なんで、まあね、移動平均線ここに出てるけど、まあ、移動平均線もあんまり僕見ないんですよ。てか見ないっていうか、移動平均線大体わかる。なんでわかるのって言ったら、ここが上になって、ここも下になってるから、これがこう来た時に、まあ、フラットになってると。で、まあ、中期がこういう感じに伸びてて、短期はこう乱高下してると。まあ、こういうのが普通に、移動平均線なくても分かっちゃうんで、なんだろう、ローソク足の動きから分かるんで、分かるっていうのはこれ推測できるんで、大体それをイメージしてるんで、移動平均線はあんまりそこまで表示させたりとかしないですね。まあ、この楽天証券のこの簡単なやつでパパッと見てね、なるほどって感じぐらいしか見ないですね。ということで、まあね、僕はちょっとこの高値掴みにくい嫌な派なんで、何回も言うけど。だから、買うんだったらここ落ちてから買うかな。で、バウンドを狙うと。まあ、この手法でいきますね。まあ、人によってトレードの仕方は違うんで、なんだろう、どう思ってくれてもそれは自由でいいんだけど、僕はその手法でいこうと思います。まあ、今日はね、これで終わりたいと思います。本日の、ご視聴ありがとうございました。